神谷浩史です。こんばんは、小野大輔です。さて今日からスタートした新番組ディアガールストーリーズ、春の新番でございますよ。どうですか小野くん、マジ2人でラジオ番組なんて夢のようではありませんか本当にね夢ですねこれ。はい、一体どんな番組なのかと思ってる人たくさんいると思うんですけども、はい、僕らもそう思ってますさて実はこのラジオ番組っていうのはですね、はい、それぞれ何らかの使命を背負った番組っていうのはパターンが多いんですよ。まあただなんかダラダラ喋ったりね、うん、いやいやその何かほらこの商品売らなきゃいけないんですよみたいなのあるわけじゃないですか。そうかっちりやったりとかする、うん、この番組はどっちだと思いますか、ダラダラ喋っていいのか、それともこの商品をがっつり売っていくぜみたいなの。うんと、この2人だからただダラーと喋る。間違いない、違います、両方ですしっかりした部分をちゃんと作っていきますさて、はい、このディアガールストーリーズはたくさんの女性いい声で読んでくれました。はい、と言いながらも今回は物語で言うと第1話のプロローグ第0話ですよ。はい、まずは、はい、僕たち2人の関係を深めていかなきゃまずいかなと。そうですね、はい、もうだって本番始まってからというもの小野くんは僕の目を見て話してくれませんからねだって俺ね台本見ちゃうんですよね。台本も明らかに読んでるみたいな雰囲気を出すなはい、はい、もうまあまあでもまあこんな感じで第1回目ですからね、そんな感じでもなるかと思うんですけど、まあとりあえず1回目ということで僕らの関係を深めていけたらなと思っております。それに皆さんお付き合いいただく形になりますけども、よろしくお願いします。まあ学校で行ったら入学式ですよ、結婚で行ったら初夜みたいなもんですから恥ずかしいですけどね、書いてあるのもしょうがないじゃないか。数月ですね。はい、というわけで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第1話、噛み合わない2人。じゃないですか小野くんは、特にこれからね、はい、どうしよう、なんか知らんけどすごいいっぱいアニメ出てますけど小野くんは何すかそれはいだってさ、はあ、僕が初めて小野くんに会ったって何だったっけ。僕はてっきりさっき話してて、台本に戻った、よかった、はい、あのアチミストクローバーっていう作品で僕は初めて会ったんだってっきり思ってたのね。はいはい、なんか、ね、なんかスタジオの隅に当時小野くんはなんか舞台に立つだのなんだの で、うん、そうですね、髪の毛をバッサリ切って坊主状態で、バッサリってジュイーンジュイーンって切って、なんか買ってね、はい、野島ヒロの家で買ったんでしょ。あの刈られたっていうか断髪式をやって写真何十枚も撮られた、着ないよって言われてっていう状態の小野くんに僕は初めててっきり会ったなと思ってたんだけど、違うんだって。違いますね。何なの、覚えてないんですか。うわ残念ながらえ、その鼻で笑わないでくださいそっか、はい、覚えてないんだ。残念ながら覚え出せないな。あのね、ロックマン、あ、ロックマンか。ヒントロックマンあ、そうだロックマンだそうなんですよ。あ、そっか、そっちの方が先だったっけ。ああ、思い出した。ごめんなさい。その、寒い気つかないでください。いや、でもあの時あんま話してなかったんで。だから僕の第一印象としては、なんか妙にハンサムな。うん、妙にそう、ハンサムな。妙にっていらないじゃないですか。二枚目っていうか、なんか、ハンサムなんだよね。ハンサム、昭和の、昭和の顔なんだよね。昭和って、いいわ、いいわ、それは。そうそう。昭和って。そう、なんかハンサムな男がいるなって思ったんだよね。マジですか。はい。なんだろう、それ喜んでいいのか、悲しんでいいのか、さっぱりわかりませんが。はい。はい、いいんじゃないですか、うん、僕は。いや、あのほら、下手馬の人とかいるじゃないですか。なんか声優さんに対して、いい声ですね。声ですね。上手ですねっていうの、なんか、感覚に似てる感じがしてさ、非常に言いづらいんだけどさ。神谷さんはいい声ですよね。うん、うっせえな。でも本当に。頑張っていこうかな。どうする？次回のストーリーのさ、アイディアくれみたいなこと言われたら。それは、まあ、まあ言われればまあ。自信があるんだ、そういうところは。まあ、まあ仕事なんで。あ、そうなんだ。できます、できます。あ、じゃあ、この番組を聞いてる作家先生たちは、ぜひ、小野くんにですね、小野くんが次のストーリーを考えてくれるということなんで。あ、まあでも、ただし時間をください。それじゃ言えないんで、もう来月って言われてるから。はい、ということを話していたらですね、実はもう早速悩み来ちゃってるんですよ。うるせえなそれではお悩み、はい、行ってみましょう。緊張してやっぱり、いや緊張だって分かるじゃない、もうそれはもうみんな聞いてる人も分かってるじゃないですかねまあその緊張感がね、僕ももちろん緊張してたから、その緊張感がものすごいリスナーのみんなに伝わってしまったんじゃないかって。そうですかね。いや皆さんでもそんな緊張してる感じじゃなかった。聞いてるよ、すごい。だって無駄に喋っちゃったじゃない。本当はね、ディアガールストーリーズっていう、やっぱり内容をね、やっぱりこう濃く伝えていきたいと思うから、もっとこう、やっぱ深夜だし、しっとり、
ディアガールストーリーズ、さて今夜のストーリーですがみたいな感じでやりたかったのに全然そんなになってないもんね。なってないですね、一個もなかった。これはまずいよね。これからこれから、まあ、これからなんか僕らのそういうところを見せていきたいなと思ってるんだけどさ、なんかそうですね、ちょっとなんかな、全然一話目だから、一話目だからだよね、一話目だから。そう、その一話目にお付き合いいただいた皆さん、あなたのことは大切にしますよ、大切にしますよ